第24節実像の作図。この説では、前の説でやった突レンズを通った光線の作図を利用して、実像を描いてみます。その前に、問い位置をやってください。突レンズの中心を通る光は、そのまま直進し、 突レンズの軸に平行な光線は、突レンズを通過後、反対側の焦点を通るように進み、突レンズの手前の焦点を通った光線は、レンズを通過後、軸に平行に進むのでした。そして、物体が焦点距離よりも離れている場合、この三本の光線は、一点で交わるのでした。 その交わったところに、倒立の実像ができます。問い2をやってください。問い2は、まず前の説でやったように、三本の光線を書きます。つまり、突レンズの中心を通る光線を書きます。次に、突レンズの軸に平行な光線を書きます。そして、 突レンズの手前の焦点を通った光線の進む道筋を書きます。この三本の線は一点で交わります。もし交わらなければどこかで間違えているのです。その交わった点を頭にして倒立の像を書きます。レンズの軸に足をくっつけます。フリーハンドで構いません。それではやってください。 これで、この説の説明を終わります。